正しい横断？そんなの知っているよ。そう思いませんでしたか？体験してみましょう。歩行者が横断歩道以外の場所を横断。あ、ぶつかる。車の通過直後を走って横断。危ない。正しい横断ってどんな横断ですか？まずは立ち止まって左右の確認。手を挙げるなど横断意思を明確に伝えましょう。車が止まったら安全を確認してから横断を始めましょう。横断中も周りには気をつけてください。横断歩道の付近では横断歩道によって道路を横断してください。車両の直前、直後の横断は絶対にダメ。運転者からどう見られているか分かっていますか？横断しないときは横断歩道の近くに立たないようにしましょう。子供も大人も高齢者もお互いに思いやりを